誰かいますか？誰かいますか？夏の夕立ちですね。ゴロゴロ言ってる。今まで激熱だったのに、ね、うわ寒い。すごいことなってきたよ。もうね、こっち真っ黒。涼しくなったなぁ。こういう時に作業バッとするといいんだよね。いくらぐらいすっかなぁ。媒体だといいんだけど、うん、じゃあえべんねこれですね、電動キャリーカートなんですよね。自転車小屋を作るにあたって荷物をこれでね運んでみようと思います。
本製品の推奨耐荷重は60キロそんな乗せれるの？指を挟まないでください。電動キャリーカートに乗らないでください。下の部分にある固定ストラップのバックルを開けてください。下の部分、はい、開けました。あ、ブーン、うわー、簡単。もうなんか軽トラみたいな後ろが開く。これ荷物が落ちないようにね、バンドなんかもついてて、保管されてるのがこの U バッテリープラスっていうのがね入ってるのと、これなんだろう。容量2万ミリアンペア、45ワットの高出力のおかげでノートパソコン、スマホやドローンなどの様々なレラレラを、クオリティの高い車をレベルの合わせるのおかげで安心感を与える、電力を、ちょっと読みどころなあ、要するにあれね、ハイブリッドカーとかで使われてるバッテリーとかと同じバッテリーだから安心感を与えれる電力を供給しますよって今度ね。それらしきところを開けてみよう。これか、これだね。何これ、鍵か。鍵をこれ挿して、電池残量がちゃんとついていますね。ダッキング、シャキーン、閉めて。おお、おお、すげえ。はい、荷重テストやってみよう。おお、乗れる乗れる。はい、そしてライテリさんがね、これも送ってくれて、ポータブル冷蔵庫ですね。なんとすごいのが、さっき電動キャリーカートで使えたバッテリーがこれで使えるんですよね。でバッテリーどこなんだろう、これ、あ、違うね。あー、ちょっと付属品から、車の車載のシガーレットから電源を取るアダプターケーブルですね。車の中でも電源取れる。あー、でこれをこのフォルダーにドッキング、ガチャーン。じゃあまず電源オン、あれ長押しかな、押し入った。おー、で設定を下げていきますね。わ、すげえ、マイナス20度とかできるんだこれ。あ、ということはこれ冷蔵冷凍が両方できるタイプですね。じゃあ冷蔵庫オープン。あ、なるほどね、チャック式になってて、おお、あー、リュックサック式になってるんだ、ほら、こんな。ポータブル冷蔵庫、イン。お、いいね。そしたら、ここで、こういう風に、飲める。わー、冷た。最後、こちら。今使ってるバッテリーとかを充電する紐になるですね、ポータブル電源。このメーカーすごい親切やね。はぁ、車載シガーレット用の充電アダプターして、これは家の AC100V のコンセントです。 Type-C の USB コードがね2つ付属されてます。バッテリーはね、リン酸鉄リチウムバッテリーです。もう安全性が高くて、充電回数も何回もこなせるっていう、丈夫なバッテリーが搭載されてます。横にですね、 AC100V のコンセントが4ポット、瞬間最大出力が3600ワット、定格が1800ワットですね。ほぼ家電品 OK。 U20 バッテリーかな、これにこうやってねガチャッと挿すと、モバイルバッテリーがなんと充電ができるんですよね、本体から。すごいね、こういう2つガチャンと。 Type-C のケーブル、これを U20 バッテリーにこう接続して、まあこの携帯だけじゃないんですけど、これねモバイルバッテリーとしても使えます。要するに何でもできるっちゅうわけよね。今日はこのライテリさんにお世話になりながら、自転車小屋を作ってみたいと思います。なんやこれ、まあ、
レッツゴー。入るんだろう。3、6、9、11本ぐらい。ポータブルクーラーで冷やしたお茶いただきます。おちょっとラベル外してギンギン。いただきます。
からわかんない。275を6本で割っていいのかな。わからん。あ、梅雨抜き忘れた。木は6本あるけど、間隔をよく考えたら、全長の1、2、3、4、5。隙間の数は5だから、5で割るといいのかな。275の全長に対して6本のパルギーが入るんで、その間隔は5で割ると55センチ。55センチ×の5は275。いいよね。わかったら。ちょっとやってみよう。ガルバ並太用の専用の釘です。めっちゃグラグラしてんだけど、なんかドリフみたいになんないよね。はい、よいしょ。あ、うわ、金槌忘れたし。うわ、誰かいますか。誰かいますか。誰かいますか。ちょっと金槌取って石段場登ってか。金槌って普通の金槌。あ、よかった。一回おいらんかんたい。いや、もう怖いもん。何が怖いって。じゃ下移動。あ、下移動。だって俺90キロアップしてもらおうかな。本当に。いいと。やっぱ空調着てきたらいいか。強暑恐怖症だからね。あ、端っこが。あ。お、身軽。
雷がちょっとポロポロって鳴ったぐらいで、ああもう雷鳴ったからダメだって言ってもうどっか行っちゃいました。雷ダメだって言って、雷めっちゃ嫌いなんですよね。雷とかの風船が割れるやつ、昔からうちの父親ダメでしたもん。でも若い時そこでもなかったんだけどな。雷はどこにもなってないの。雨が止みました。大丈夫って、雷なんかなっとらんだったでしょうが。大丈夫じゃない、全然雷なんか鳴りますっこ。ちょっとコロコロってなったぐらいで。どうか、うん、よいしょ。雷なかもしれない。なるほど、打ち方が悪かったもん。だって真正面だよ。今の斜めに斜めだったもん。そう。真横です。今んとも、今んとも、今んとは大丈夫。まあよく言うならちょっと そこもお願いしてもらっていい。そこもめくれとるけど。冗談して。あ、本当に雷鳴ってきた。冗談で。うん。危ないけんね。気をつけてよ。お、身軽。息子より身軽。ありがとう。あ、よかった。あれ、脚立で撮るけん大丈夫。ありがと小屋できました。今までですね、半透明のポリカーボネードの屋根だったんで太陽の光通してたんですよね。だからこのバイク類のカウルとかそういったののですね、劣化を懸念してて、上の方全部ガルバリウム合板っていう遮光の屋根にしたんで、だいぶね太陽の光はこれで遮られると思います。
で、ね、今日はあのライテリーの商品を使いながら快適にね作業の方もスムーズに進みました。後でねあの商品の方の興味持たれた方は概要欄の方にぜひチェックの方してみてください。はい、ということで今回もママチャンネルご視聴ありがとうございました。じゃあバイクたちおやすみ。